いいかな。どうも、おはようございます。速稼塾の久保でございます。まあ、夜ですね。おはようございますってことはないですね。今日は21時からの、ライブ放送になりますけども、ちょっと早めにね、いつものようにログインさせていただいております。皆様にはそのままマイクを切った状態で閲覧いただければと思うんですが、今ね、順番に入室の許可ボタンを押しているところでございますんで、9時まではね、そのままお待ちいただきたいと思います。今のうちにね、ちょっと飲み物を用意したりね、私も今飲み物をこう入れてきましたんで、これを飲み物を用意して、ちょっと、熱いうちに一杯ね、飲んどこうかと思いますけども。今日はね、副収入の話をさせてもらいます。まあ今日はっていうか、いつもね、私のライブ放送は副収入の話なんですけどもね、いつもご覧いただいている方も、本当に今日初めていらっしゃる方もご覧いただきまして、ありがとうございます。1時間ほどでまとめていく感じですけども、今日の話もね、本当耳寄りというかね、実はね、すごく惜しいことをしている人が結構いるんですよ。本当に今日もお話しますけども、そもそも今日のね、お話ってのはね、最初に呼びかけたとき、スタートダッシュで30人ぐらいの方がサインしてるんですよね。でも、今年に入った時点で、半分ぐらいの方が、離脱っていうか退会されてるんですよ。で、本当に、今これを言ってもしょうがないのはもちろんなんですけども、もう私に言わせればね、あ、なんで辞めちゃったのって、本当にね、辞めた人が悔やみますよ、これ。だから、もう、なんていうのかな、ちゃんとね、もっとなんとかならなかったのかなと思っちゃうんですけども、まあ、今日本当詳しくその辺もお話できると思うんですけども、いや、本当にもったいないなと思うのが、皆さんね、例えばですよ、例えば、毎月10万円とか20万円が入る副収入があるとしてね、その代わり最初の1年間は毎月1万か2万払ってくださいねってものがあったら、1年間の1万とか2万払いながら2年目を迎えたいと思いませんか？で、2年目から毎月10万とか20万入っちゃうみたいな話がもしあったらですよ。ただ最初の1年は経費倒れになっても、頑張って2年目とか3年目目指しますよね。いやー、なんかね、今言ってもしょうがないですけども、この2年間を振り返ると、まさにそれを見ていたからな。もちろん、2年目から収入になりますよって約束は何もないんですよ。そんなことを誰も思わないんですけども、ただ、そういう方向性を見ることはできたし、できたからこそ最初にサインしたと思うんですけども、本当になんか他にもっと忙しいことがあったのか、もっと儲かる話があったのか、それとも、なんかね、どっかで信頼性を失ったのか、何とも言えないところですけどもね。ちなみにその FX っていう投資があるのはご存知の方多いと思いますけども、FX もね、最初の1年って、私の場合はですよ、毎日4時間から5時間、時には10時間やったんですけども、儲かることがなかったですね、FX は。しかも、与沢翼さんの GWBS っていうむちゃくちゃ高いスクールをスパルタで受けてたのに、全く全然力がつかなかったんですよ。で、1年間コツコツやったけど、それこそ他のことを全部やらずにやったんですけど、ダメでね。まあ、ほとんどの方辞めてきましたけどもね。ただ2年目からは分かるようになってきましたね。1年間は分かんなかったけども、分かんないから続けていったら分かるようになったんですよ。分かんないから辞めたら分かんないでしょ みたいなね。トンチみたいな話になりますけども。はい、3分前でございます。今日はですね、ゲストの方をお迎えしたのは、香水さんというね、愛の専門家。ねえ、ワクワクしますね、愛の専門家というと。まあ、とってもね、美しい方で、私も今日は、ちょっとこんな格好ですけども、ドキドキしております。やばいね、美人には弱いのはもう、私もう49ですけども、何歳になっても変わらないんですね。それでね、恋愛コンサルをされてるってことで、占い師という切り口で私は知り合ったんですけども、まあ、占い師さんですかって聞いていくと、まあ、占いもあるんだけども、恋愛コンサルを主にされてるんで、占いって言ってもね、将来を占ったりとか、なんとか、こう、なんか予言をしたりっていうのとはちょっと違って、やっぱこう、恋の悩みをね、なんかこう、聞かせてくれるということで、ちょっと私はね、とんでもないことを聞かされて怖いんで、
相談ができないままなんですけども、やっぱり恋愛の相談みたいなね。はい。ではそろそろ繋いでみようかと思います。参加の方11名ぐらいになってますね。ありがとうございます。はい。ではね、皆さん、マイクはミュートのまんまでお待ちいただきたいんですけども、ちょっと2分前になりました。補修してもらっていい？はい、何でしょうか。はい。なんか、声が聞こえましたね。気にされないでくださいね。まだ大丈夫ですからね。じゃあ1分前なんで、今日のゲスト、コウスイさんをお迎えしたいと思うんですけども、コウスイさん、マイクをオンにして、ちょっとお話を聞かせてもらっていいですか。はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。いやー、本当に久しぶりです。なんかこう、後ろのオーナメントがまた美しいんですけども、はい。なんかこう、願いが込められているような感じですか。あ、願い、クリスマスツリーみたいなことなんですけど、はい、一年中クリスマスをお祝いするっていうことで、こうしてます。あ、なるほどね。はい、毎日じゃあ靴下もなんかぶら下げた感じ、ね、靴下はないんですけど靴下ないですか、はい、じゃあストッキングではい、じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当に大変いつもお世話になっております。お付き合いも結構長くなってきましたんで、私今日はね、本当ですよね、嬉しいです。こうやってご一緒できる機会になりまして、はい、ありがとうございます。お声かけていただいて、とんでもないです。それではね、もう緊張が隠せないのは私の方なんですけども緊張しますか、本当に。いや、美人はね、ちょっとね、苦手なんですよね。いやいや、でも今日もとってもいい笑顔で、たくさんの方を幸せに導いてるんだろうなと感じます。ありがとうございます。じゃあね、時間も来ましたので、始めさせていただきます。はい、YouTube の方でも放送されると思いますので、今日見逃した方はね、ぜひ YouTube でご覧いただきたいと思います。はい。はい、それではね、改めまして、速稼塾のことでございます。まあ、今はね、速稼塾というビジネススクールを運営はしてるんですけども、基本的にたくさんおいでよっていうフェーズは過ぎて、今はね、いらっしゃる方と、もう密の関係をね、もっともっと深くやっていこうかなと思いまして、特に募集の方はしていないんですけども、まあ、たまにね、速稼塾に入ってくださる方もいるということで嬉しいなと。最近も、ノブさんっていう方がね、ものすごく若くてエネルギッシュな方が入ってくれて、長くさせてもらってるんですけども、今日はね、速稼塾とはちょっと離れて、この今日来てくださったね、香水さんの実は、まあ、本業として恋愛コンサルタントもされてるんだけども、でもこっちにちょっと収入源があるのみたいなことをね、ちょっと話していこうかと思いますんで、皆さんちょっとね、胸をワクワクさせて聞いていただきたいと思います。それではですね、自己紹介からお願いしたいと思いますけども、よろしいでしょうか。お名前、お住まい、それから趣味や特技などだったらお聞かせください。はい、よろしくお願いします。占い師の方の名前は香水と言いまして、幸せの香ですね。そして水は純粋の水、米辺に9書いて10ですね、はい、純粋の水で香水です、はい、で一応愛の専門家っていうふうに名乗らせていただいておって、まあ、恋愛コンサルとあと占いと両方できる占い師です。で、まあ、心理カウンセリングとか、あと、占いと、あとエネルギーワーク。そして、私がまあ開発した独自の恋愛メソッドをもとに、女性専用で占い兼恋愛コンサルをさせていただいてます。で、鑑定歴は、まあ、今年で多分14年ぐらいでして、実績が1万2000件以上ということで、その私 の, その開発したラブセオリーっていうものはおかげさまで好評でして、はい、まあ、男性心理の虎の巻みたいなものなんですけれども、まあ、それをまあ使って、3ヶ月でプロポーズされましたとか、まあ、職場の男性にモテすぎて困ってますだとかいろいろね、いいご意見というか感想をいただいております。で、住まいは大阪の堺市です、はい、で趣味はですね、最近はスタンド FM ってご存知ですか。あ、放送ですかね、それは。あ、そうです、ラジオアプリにラジオのようにこう入れるやつがあって、はい、それを、はい、入れる音声を入れるのが趣味ですね。へー、はい、じゃあ放送結構されてるんですね。あ、はい、ほぼ、ま、毎日、まあ、2、3日に1回ぐらいは絶対してますかね。あ、すごい。あ、そういうご趣味というか特技ですね、もうそうなる。特技なんですかね。あんまり喋るのはあんま上手じゃないんですけど。はい、恋愛コンサルタントということなんですけども、はい、まあ、主にどういった恋愛についてお話しされることが多いです。例えば、はい、片思いなんですって方も恋愛にありますし、場合によっては、
まあ、浮気の相談もあったりね、深刻ですからね、それとか、あと年の差恋愛みたいなのがあったりとか、はい、あとは40代後半のなんか派遣社員なんですけども、僕にもチャンスあるでしょうかみたいな相談も来るかもしれませんし、はい、より良い夫婦関係を築くためにとかね、はい、うん、あとはちょっとね、まあ、ここで言うのは適当じゃないかもしれませんけども、綺麗に離婚したいっていうカップルもいるかもしれないですよね。どんなジャンルが結構多かったりします？まずやっぱ婚活ですかね。あ、はいはい、結婚したいですっていうやつと、はい、あとまあ浮気不倫、はい、笑ってる場合じゃないですけど、まああとは何だろう、あと何ておっしゃいましたっけ？いや、例えば年の差があったり、ああそうね、今最近は流行りは女性が上です、うん、10歳下とか。あ、流行ってますね。流行ってる多いですね。あ、なるほど。多分それは香水さんのところに相談にいらっしゃる方がうまくいって、そのカップルができるって感じじゃないですか。お、まあまあそうです ね、 ね、はい、それはやっぱり素敵なキューピッドですよね、そうなると。そうですね、そうなりたいですね、うん、ええ、男性はまあまああるんですよ、40代ぐらいで20代ぐらいの女性とっていうのが ね、 ね、だって久保さんもね、あの奥さん結構お若い。 ありがとうございますもう毎日幸せでございます。あ、恐れ入りますがマイクミュートの方皆さんお願いしますね。ちょっと一旦皆さんのミュートさせていただいて、香水さんちょっとミュートを開けてもらっていいですか。私ちょっとこれからまたメッセージ出しますんで、はい、すいません、ちょっと手間をかけます。はい、やる、あれあれあれ、別のとこ行っちゃった。あ、開いてますね、大丈夫ですね、お話できますね、引き続き。はい、小津ちゃんね、他の方すいません、ミュートさせてもらいました。あの小さいね音もいっぱい集まると結構なノイズになってきますんで、すいません、よろしくお願いします。はい、それでまあ恋愛のことについてね、いろいろと推しからを発揮されてるということなんですけども、まあもちろん私もね、ちょっとこう縁あって40代になって知り合った方とね、なんと結婚することになったんですよ。まあでもね、今日の話題とはちょっと外れて申し訳ないんですけども、私ね、あの結婚して後悔したことが一個だけあるんですよ。何だと思います？それ難しいと思いますけども、もうすぐ答え言っちゃいますけども、もっと早く結婚すればよかったと思ってます。そうなんですか。一日も早く、なんでしなかったのかなとかね。で、当然モテなかったんでできなかったんですけども。でも多分ね、40の時よりも30とか20の方が私自身チャンスがあったような気がするんですけども、あまり女性に意識を向けてなかったのか、もしくは女性に対する敬意が足りなかったのかね。あまり深い付き合いがちょっとできなかったん で、 でここで男性にちょっとメッセージなんですけども、やっぱりね、男はね、惚れた女のために生きてこそ男になるんじゃないかなと思いますんで、はい、すいません、かっこいいですね、はい、ですいません、私のことはこの辺にしといて参加者の方も結構多いんですけども、あの、のり、あ、香水さんね、はい、すいません、いつものりこさんで、いいですよ、のりこ、まあ、本名はのりこなんで、はい、今日は占い師さんとしてね、あの香水さんと敬意を込めて呼ばさせていただきますけども、はい、まあ、そもそも私とかの出会いっていうのはどんな感じだったのか、ちょっと覚えてらっしゃいます？久保さんとの出会いはズバリ YouTube です。あ、 YouTube ですよね、はい、やっぱ放送の力そうです、大ですね、はい、YouTube である日突然久保さんがあのおすすめに上がってきたんですよ。不思議ですね勧められちゃいましたねで、あ、この人誰やろうみたいな感じで、最初はまあ知らない人だからただ見てたんですよ、はい、で、まあ、なんで見てたかとすごい不思議に思ったのは、今日はなんか背面がなんかこうなん景色になってらっしゃるんですけど、普段結構、はい、あの久保さんの背景ってあの 家じゃないですか普通の家ですすごい、もう家そのまま映してるじゃないですか、はい、あれがすごい私は衝撃で、あ、このまま映す人おるんやって思ってこの人は目的は何なんだろうと思って、すごいここに興味が持って毎日見るようになったんですよ。あ、恐縮です。で、毎日見るだけだった、1年ぐらい毎日見るだけでした。はいはい。で、そこからその聞いてる内容が、まあ、一貫性があったっていうか、はい、そのやっぱなんかおかしい人って言ってることゴロゴロ変わったりとかするんですけど、あ、はい、ずっと終始一貫性があったっていうところで、あ、この人本当にこの動画のままなんやなって、はい、そう思って、あの安心して、あの久保さんの速稼塾に申し込みました。 ありがとうございました。まあ、それが今日に至るということでね、本当人の縁っていうのはね、はい、何がどうなるか分かりませんけど、私本当普通の家からね、等身大の発信を心がけていたんでそういうふうに感じていただけて本当嬉しいです、
で、まあそういうふうな出会いをもとにね、こうやって長いお付き合いになったんですけども、はい、うん、やっぱりこう大きくこの世の中が変わったなって感じるのは、やっぱりこの2年間ぐらいで共通認識としてね、しかも世界中が、まあ、例の感染症でいろんな制限を受けたり、まあ心理的な圧迫があったりとかね、さまざま心に重いものを抱えてる方が多いと思うんですね。で、それに加えて、まあ、昨今のまあ、ロシアとウクライナの関係ですよね、うん、この辺もちょっと私たちに直接関わってくるようなことがこれからもまだまだ起きてきたりとかね、まあ、値上がりとかっていう問題から、それから実際にまあ、はっきり言ってどっちの味方になるのみたいな選択が結局迫られると思うんですよね、うん、そんな中で私たちは自分の幸せも追求しないといけないし、この地球上に生きるね、他の国の人、民族、国民の幸せもやっぱりこうね、願っていきたいなっていうところなんですけども、香水さん自身はこの2年間ぐらいのね、そういった大きな事件2つぐらい今お話しましたけども、これを通じて人々の仕事とかね、気持ちとか社会ってどういうふうに変わったっていうふうに受け止めてらっしゃいます？やっぱり皆さんなんかストレスが溜まってるというか、精神不安、うん、あと将来の不安、はい、お金どうしようとか、うん、もちろん、まあ、じゃあ結婚したいってその焦ってる人って、なんで焦ってるかっていうと、結婚がっていうよりも将来が不安なんですよ、うん、一人でどうやって生きていこうって、うん、だから結婚したら、まあ、旦那さんが助けてくれるかもしれないとか、うん、まあ、食わしてくれるかもしれないとか、うん、そういうところになっていくんで、やっぱ不安ですよね、未来の。そこが多いと思います。確かに、ね、不安は尽きないですよね。うん、うん、先のことを、この豊かなはずのね、まあ私たちは同じような時間を生きてきて、うん、なんていうか、もっともっと豊かになった日本に飛び出していくはずだったのに、社会に出るとなんか閉塞感だけじゃなくて、実際に金銭的に行き詰まったりとかね、収入も不安だし、じゃあ私たちのお父さんお母さんの時代もそれなりに大変だったけども、豊かな老後っていうのが多少見えてたと思うんですよね。うん、でも私たちは今もきついけども将来はもっときついみたいなのがなんかこうちらついていて、しかも明るいニュースはなんかほとんどないみたいなね。ないですね。やっぱその中で未来を少しでも見通せそうな人に、うん、私はどうしたらいいんでしょうかっていうふうに、うん、こう頼ってくるっていうかね、こう話を聞いてみたいっていうのも正直な気持ちだと思うんですよ。私もやっぱりそういうふうなところがあって、うん、まあ、いろいろとね、悩みもがいたときに、一つの答えとして、まあ、先のことは分かんないけども、この人のために生きているんだって言える人が見つかんないかなって気持ちになったのが、まあ、結婚のきっかけにもなったんですよね。かなり心強いのは、うん、あ、こんな自分と暮らしてくれる人がいるんだっていう自信になって、で、将来的にはどっちかが先にいなくなる。で、私の方が先にいなくなる可能性が高いんですけども、うん、でもね、やっぱりどっちが先に一人旅立つか、そして残されるかっていうことになっても、なんかその誰かを愛したってこととか、誰かに愛されたっていう事実はきっとね、その後の人生も温めてくれるような気がするんですよね。うん、そういう意味で言うと、私は本当独身主義だったんですけども、今はね、あ、でも今みたいなお話したような気持ちで、うん、あ、この事実はすごい貴重だなとか思いましたね。うん、私はだから結婚がすごくね、合ってたなと思いましたね。うん、特に一人に絞れたこととか、うん、まあ、それによってね、自分がどう生きてどう死ぬのかっていうのが割と見えてきたなっていうので、うん、不安はあるんだけども小さくなりましたね、かなりね。うん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 、それと同じとは言えないですけども、多くの方がやっぱりこの社会がね、どう動いていくのかわからない中で、うん、何かで軸を定めないといけないとしたら、うん、まあ、なんかね、誰かのために、この人のためにっていうところはあったりするのかなと。でも現実的にはそういうことを引き寄せようと思ったら、まあ、お金の問題っていうのがやっぱ出てくるんですよ。そうなんですよそうなんですよ。多分お金がないとご飯食べれませんしね。ですよね。だから、はい、多分カウンセリングをされてる時に、まあ、そうは言ってもお金の問題があるよねっていうのが、なんかどっかで出てきちゃったりするんじゃないですかね。あ、出ますよ。結局恋愛の相談なんだけど、でもその、うん、なんで結婚したいかって不安、お金の不安があるからですよね。そうですよね、はい。はい。じゃあね、ちょっと踏み込んだことになっていきますけども、はい、香水さんはね、この占い師という職業から、
今みたいに多くのご相談を受けている立場だと思うんですよ、はいはい、特に今お話しくださったような昨今の厳しい状況の中、うん、まあ、多くの人がね収入が増えないとか増税で自分の使えるお金が制限されるみたいな、仕事とか生活を変えなければならないって考えてるという部分もあると思うんですよね。そういう方多いと思うんですよ。で、例えばねこの2年間でどんなご相談が特に多かったかなっていうのを、まあ、思い出せたらですね 2,3 点差し支えなかったらちょっと、こう、まあ、お客様といいますかね、なんか皆さんのご相談ごとの例をお話しいただけたらと思うんですけど、やっぱり最近は副業したいっていう相談が多いですね、うん、副業したいんですけどこういうのどうですか、これからの時代どうですかとか、うん、なんだろう、何をしていいかわからないけども何かしなくちゃいけないと思ってますとか、うん、やっぱお金に関する相談は最近増えてますね、うん、そうですよね。やっぱり使うお金は物価高で増えるし、でもどんなに働いても収入はほとんど上がらないばかりか、保険料が上がって下がる方になってきて、そうなんですよね。で、節約をしてないわけじゃないしね、はい、手を抜いて生きてるわけじゃないのに、何なのこれっていう、なんか誰にこの憤りをぶつけていいんでしょうか。本当そうですよねそれ戦争してる暇ないでしょみたいなね、ない本当ふざけんなよと思いますよね本当に、うん、だからやっぱりお金についてものすごく皆さんが気にしてらっしゃるのはもう本当に年を追うごとにますますなんでしょうね。きっと来年はもっと真剣に考えてるんじゃないかなと思います。そうですね。今もでも結構物高くなってません？高いですよね。この前ね、なんか銀行の駐車場行った前タダだった銀行が15分止めただけ200円取られたんですよ。ああ、駐車場代ね。はい。通帳入れるあれだけですよ。お金あれしてやるだけで200円取られるんですよ。はい、びっくりしました。いや、銀行ってそのATM 使っても手数料がかかるじゃないですか。そうそうそう、どんだけ頑張るんやっていう。でしょ。で、作業するのはお客さんの方なんで手数料こっちにくれよって話なんですけど。そうなんですよ。まあでもあれもね、なんですかね、ゼロ金利政策が始まっても7年8年ぐらいになって銀行利益取るところがもうなくなっちゃってるんで。ですね。まあ、だから本当一般顧客から100円200円集めないとやっていけないんでしょうね、うん、そうですよねそんなにいっぱい貯金してるわけじゃないのに、なんか知んないけどすごい経費がかかるなって感じで、そうそう、取られるばっかりですよねそうなんですよ。だからもうタンスに入れとこうかしらみたいになっちゃうそれも危ないしね危ないんですよねいやでも本当お金の問題は多分恋愛と切り離せないところに来ると思うんですよね。やっぱり女の子を口説こうと思っても、うん、はい、男性に何かもてなそうと思っても、うん、この前ホワイトデーもありましたけども、はい、えらいかかるんですよこれが。何個渡したんですか。いや僕は1個ですよあ、そうなんやだから一点集中した分金額減るかなと思ったら逆に増えてるみたいな感じ。あ、そうなんですね。溢れる愛情でへえ、ね、まあでもね、本当なんかこうそのプレゼントに関わらず恋愛ってとにかくコストがかかるのは、女性ならやっぱり自分磨きもしないといけないと思うし、こう香水さんとても髪が綺麗なんです、お綺麗なんですけども、ありがとうございます。やっぱりこう若さを保つために髪の毛のケアっていうのも安くないですもんね。美容院高いですよ。高いですよ。高いし毎日なんか決められたこう、うん、クリームとか使ってなんかメンテナンスしないと、うん、それこそ美容室に行った次の日まではいいけども1週間ぐらい行ったらまた行かないといけないのかなみたいなね、うん、そうそうそう、本当日々勝負だと思うんですよね、うん、で、まあ、なんていうんですか、女性もそうですし男性もそうなんですけど廊下を待ってくれないんで。そうなんですよ。だから何もしてないのに勝手に廊下してくるからそうなんですよ。左のエスカレーターに乗ったみたいで早く逆の方向に走っていかないといけないんですよ。でも久保さんお肌綺麗になりましたよね。あ、おかげさまで。エステやってませんでした。エステに行って、あとね、顔の運動をね YouTube 見ながらこうやってやってるんですよ。こうやってこうやってなんか上げたりとか。へー、もう地道な努力をやってますよこの年になってまあけどやっぱりこうビジネスもそうですけども、そのアンチエイジングも何かをやらないとね、サプリ飲んで終わりとか、うん、どっかのカリキュラム受けて終わりじゃ全然足りないんで、日々自分で少しずつやるのがすごく大事だなと、うん、これ本当投資やってもビジネスやっても積み上げていったものはやっぱりね自分を裏切らないけども、うん、サボるとサボる積み上げができちゃうんですよね。ですね、うん、でもねやっぱり今日多くの方が来ていただいてビジネスの話聞きたかったと思うんですけども、頑張らないといけないところもあるんですけども、でもどっかでね楽になり始めるところが
あるんですよね、うん、特に今日はねその辺をねもう死ぬまで働きたくない人はねぜひね耳に入れていただきたいなと思うんですよね。はい、じゃあね本題になってきますけども、はい、皆さんお待たせしました、あの香水さんをはじめですね多くの方が今とっても助かっているよという不況に強いその収入源っていうのを今日話をしようと思って皆さん集まっていただいたんですけども、それは一体どういうものになるのかちょっとね少しずつ聞いていきたいんですけども、ズバリそれは何ですか。ズバリそれは、総務省から正式な、はい、あの届け出番号をいただいてやれる通信の仕事です、うん、総務省から。あ、そうなんですよ。通信業ってやっぱりあの免許っていう の、 あの届け出番号ないと勝手にやっちゃったらお縄になっちゃうんで。そうですね。はい、その届け番号をもらってやる仕事、うん、であのお客さんにもねあの何人か紹介させていただいたんですけど、うん、喜ばれてるんですけれども、はい、まあ、いわば、まあ、サブスク的にこう毎月お金が入っていくっていう形なので、うん、今のお仕事だったら例えばなんか倒れたりとかしたらゼロじゃないですか、はい、倒れたりとかしたとしてもずっと入ってくるっていうところが全然ちょっと価値が違うかなっていうところですかね、うんうん、総務省から許可をもらうとなると、うん、長い期間勉強して資格試験に通らないといけないんです。いやいやいや、あの、うん、3時間でしたよね。3時間の授業を受けて、はい、その何て言うの、 SIM の取り扱いとか、はいはい、あの授業を受けるだけですね。ああ、ということは3時間時間を作れて、まあ、その何ですかカリキュラムというか講義を受ければ、うん、大抵はもうその資格はいどうぞってもらえて、はい、通信の授業スタートができるってことですか。そうですね、そこの授業の中でその届け出の書き方とかも教えてくれるんで。なるほど。私ね学生の時に宅建の資格試験受けたんですけども、1年勉強しても通らなくて3年やってやっと通ったんですけども、今それを放置してるんで多分失効してると思うんですよ。うん、それ考えたら、うん、なんだそんなのがあったのとか思っちゃうんですね。ねえ、うん、いや、それ今だけみたいですよこれは。あ、じゃあどっかでそれが許可が下りなくなるみたいな。なる。もしくはハードルが高くなると。そうですね。今窓口が広がってる状態だから今無料で取れる。無料じゃない、その授業料だけで取れるけど、うんうんうん、だんだんこう受ける人が多くなってくると、ま、間口を狭めるみたいですね。あ、じゃあ今のところは結構チャンスが広くって。そうですね。そのうちにそのナンバーさえいただいておけば、うん、別に授業を始めるのは来年、はい、3年後5年後でもいいから。あ、そう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 。全然いいと思います。はい。うん、その SIM というねキーワードが出てきたんですけども、うん、あのこれは総務省の進める通信事業のことだと思うんですよ。まあもっとはっきり言うとね、こういった スマートフォンを使った、まあ、ビジネスだと思うんですよ。つか今スマートフォンを使ったビジネスばっかりですよね。アプリがどうとかね。そうですね。スマホでポチポチとかね。はい。でもスマホでポチポチは怪しいんで、ちょっとその話じゃないと思うんですよ。違う違う違う。スマホでポチポチしたら儲かりますとか言ってね。ないないない。30万入金してくださいみたいな話がすぐ始まるんですけど。うん、それはまあ私の得意分野なんですけども。今日はそういう話じゃなくて、うん、ですね、皆さんが普段お使いいただいてるスマートフォン。うん、まあそれを、まあね、今はね、格安 SIM とかありますんでね。安く使いたいって方はいると思うんですけども、うん、使うんだけども安くじゃなくてなるべくたくさんもらいながら使いたいっていう発想はあんまりないですよね。そうなんですよね、うん、使うだけじゃなくて使いながらもらえる、ですんでね今日ね通信、はい、携帯業務スマホといえばやっぱり格安スマホってのが注目されがちで、こっちが安いよあっちが安いよっていう風なことで契約進められて、はい終わり、安くなったでしょちゃんちゃんで終わる話がまあ結構多いと思うんですけども、今日はそうじゃなくてね、うんうん、スマホは低価格で使うんじゃなくて、うん、高収入安定収入で使いましょうっていう話になってくるんですよね。そうなんですよ。不思議ですよね。不思議ですよね。スマホのその料金を払うんですよね。まあ、最初は払ってましたけど、うん、今は料金払うよりももらう方が多いから、うん、ただ当然ねえ、そうなりますよね、はい、ここがねなんかね今の時代に合ってるかなと。合ってます ね、 ね、ますます通信っていうのはニーズを高めていって、はい、1人1台時代から2台時代3台時代に来るんじゃないかなっていうふうに言われてますね、はい、例えば事業で営業用の電話をスマートフォン使ってる方って個人の自分のスマートフォンと会社から支給されるスマートフォン2回線持つってことになっちゃったり、うんうん、あと一家のお父さんだったらね家族のスマートフォン4台契約しちゃうよみたいなのがあったりとかね、回線は減るどころか増えるし、うん、で価格もすごくね
皆さん気にされるところで、うん、まあ、キャリアの高い1万2万みたいなのを使う人っていうのはだんだん減ってるんですけども、格安スマホも、まあ、通信状態どうなのとか、契約難しいんじゃないのとか、格安SIMもここに入れるのとちょっと不安だよみたいな話があったりするんですけども、うん、先ほど同じお話しいただいたね、その講義を受けて資格を取るっていうのは、じゃあ自分で SIM が入れ替えることができるんですかみたいな。これ意外と簡単なんですよね。ね、簡単なんですよね。やってみると。私は怖かったんですけど、開けて入れるだけだから。うん、でちょっと設定して、うん、すぐ10分ぐらいかな。ですよね。はい。最初はおっかなびっくりだったけど、今はね、やってあげるよみたいな感じですよね。はい。うん、開けて入れるだけなんで。はい。だからね、多くの方がね、格安SIMを契約するときに、難しそうとかね、どうやって入れるのとかいうので、うん、まあ、いいか今のままでになっちゃうんですけども、やってみたらむちゃくちゃ簡単で、今まで払ってたのは何だったのみたいなことになっちゃうんですけども、本当本当。で、それに加えて、いや、払うんじゃなくて、もらう方に来るんですよ、みたいな感じですね。うん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 、しかも、総務省からちゃんとお墨付きいただいてるんで、もう堂々とね、うん、なんかこう、できるというね。はい。ビジネスのコンサルティングですみたいなこと言わなくていいんですよね。はい。なんかビジネスコンサルティングみたいな怪しい人がいっぱい出てきて消えていくんですけども、でも大丈夫、今回総務省がちゃんとバックについていって、まあ、いわばね、国家資格と言ったら言い過ぎかもしれませんけども、国のお墨付きですから、まあ、ゆくゆくは国家資格として正式に認められてもおかしくないようなルートですよね、これは。まあ、そうなったら多分講義代も高くなったり、うん、ものすごくいっぱい勉強しなくちゃいけなかったりとか、うん、場合によっては面接があるみたいなことになるのかな、うんうん、そんな感じだと思いますんで、うん、今のうちに本当に3時間くらいでさっと取れるんだったらね、皆さんに取っていただきたいかなと思いますよね、うんうん、で、そういうふうなね、安定収入とか高収入につながっていくことだっていうふうに、思ったんですけども、確かにそれは最初にね、改善契約して使い始めたら、私たちも毎月毎月なんかね、スマートフォンの契約を継続するのに手続きがいるわけじゃないんで、うん、最初のうちだけですよね。最初の1回だけなんかやって、あとはずっと使わせてもらうし、収入が確定すればずっと収入だしみたいなのが続くと思いますので、そういう意味で言うとね、出かけなくてもいい仕事とも言えるかなと、ね。そうなんですよ。人と会わなくていいんですよ。ね、SIM がその人の家に送られていくんで。そうですよね。はい、だから在庫も持たなくていいじゃないですか。うん、在庫持たなくていい。在庫も店舗もいらないし、ノルマもないし、で空いてる時間だけ、時間の拘束もないんで。はい。で、基本的にこれ、リピートしっぱなしですもんね。そうですね。スマートフォン使った人が、今月はやめとこうかっていうのは考えられないんで。ないですね。うん。だからそこに今度は収入をいただける方として入っていけるってなったら、うん、こんなに便利なものを人が手放すとも思えないし、はい。まあね、100年後は分かんないですけどね。まあでも当面は、数年とか十数年二十数年っていう単位では、うん、この収入っていうのはかなり硬いものになるかなというふうな気はしますね。そうですね、コツコツやると長くたなんていうの5年とか経った時にものすごい差になってくると思いますね。うん、そうですよね。そのね、その、まあ、いわゆる権利収入みたいな話なんですけども、これ知られたのは香水さんいつ頃だったんです？これいつでしたっけ？1年半前ぐらいだったと思うんですよ。2年にならないくらいですよね。なってないと思います、うん、私聞いておいてなんですけども、多分私のライブ放送で多分知ったんですよね。そうそう、そうなんですよ。でもね、入ったけども、すぐに取ったんです、権利は。はいはい、すぐ始めなかったんですよ、忙しくて。あ、はいはい、で始めたのそんな前じゃないんですよ。ああ、まあ確かにそんな慌てて始めましょうみたいな感じじゃなくて、なかったです、まあ、ぼちぼちやるかみたいな感じでしたよね。そうです。でも結構こう順番的にはスタートラインとしては、確か私がね、私もその時初めて皆さんと同じ時にサインしたんです、はい、でその時30人ぐらい、うんうん、その時は皆さん契約されて、そのうちのお一人だったんで、そうそうそう、で結構ポジションは良かったんですけども、うん、ビジネスをスタートした時のね、そう、でもだからといってすぐやんなくちゃいけないものは別にないんで、自由なんでね、はい、そこはちょっとこう生活のペースに合わせながらできたのかなと思います、ね、そうなんです、うん、でその頃からこうこのね、スマホ事業始められて、はい、継続的な収入ってのが上がり始めて、はい、もう数ヶ月とか1年とか、はい、そういう単位になってきてるってことですね。なってきてますね。多分もう1年ぐらい経つんですかね。だから知ってから1年半か、まあ、2年も経ってないのに、そうそうそう、この大半がもう収入がある状態ってことですね。そうそうそう、そうです。半年ずっと多分ただ、うん、契約してただけ、はいはい、でそこから始めたらもうその次の月からずっと入ってます。うん、それね、本当ね、私もね思うんですけども、いや放送前にもちょっとね愚痴らしてもらったんですけども、最初にサインした人の半数が今やめてるんですよ。もったいない。
だからね、本当ただポジションがあるだけでほっといたら今みんな収入になってるはずなんですよ。本当本当。なんかなんかね、すごい高い夢を持ってね、希望を持ってこれだったら大丈夫と思ったんですけども、そんなに早く大会したのみたいな人がいて。そうなんですよ。なんかみんなすぐに諦めちゃうんですよね。だからそのポジションだったら売ってくれよって話ですよね。もう今更ですけど。もう買ってますよ、もうそれ全部。もう知らないうちになんか申し訳ないと思ったのか、かっこ悪いのか分かんないけど、やめちゃってるんで、最近気がついたんですけどね。うんうんうん、でも残ってる方は、もう大半が安定収入上げられていて、そうですよね。うん、なんか、すごくね、僕良かったな。なんか、まあ皆さん、ね、全員が全員、こう、続けられてなかったんで、今更ね、続けてる人はこんな収入上がってるよって言ったら、なんか当てつけがましいからね、言いにくいんですけども。まあね。心から思いますよ。なんでこの令和4年までやってなかったんだと。だってやっぱ何でもそうですけど、1年2年ぐらいはやっぱやらないと結果って出ないじゃないですか。うん、はい。ちょっと失敗しただけでやめちゃったりとかしてから、ね、もったいないですよね。もったいないですね、本当にね。だからそうすぐに稼げるっていう風な幻想を持っちゃうとそのギャップに苦しみますけども、うんうん、まあ、今ね、コースさんがやるみたいに最初の数ヶ月やんない状態だからこれで儲かるわけないよねっていう風な、うん、まあ一番まともな考えだったら、うん、じゃあそろそろ始めようかしら、失敗もあるだろうけどっていう風にちゃんと構えていられるんですけども、うん、なんかあ儲かるんじゃないかみたいな話したらね、それは儲かりませんよって、あなた何かやったんですかっていう話になっちゃうんで、そうだから何もやらずに儲かる話ではもちろんないから、そうですね、仕事なんで、仕事しないと稼げないの当たり前なんですけどね。でもだんだんこうその仕事のボリュームを減らしていっても収入が増えるっていう反比例の形が作れるんですよね。ある程度なんていうのこの回線を作ると、うん、あとは勝手に広がっていくんで、うん、そこはやっぱりね、もう今の時代とかこの社会状況に合わせた、うん、権利収入と言えるのかなと思いますよね。うなんか自転車みたいなのが、自転車最初こぐときガーってやらないといけないけど、 あ、 自力で、ね、ある程度こいだら足広げて、なんていうの、どけてても動くじゃん、ガーっていきますよね。そうそう、あんなイメージかな。はい、そうなんですよ。私もね、その権利的収入って言葉はね、むちゃくちゃ怪しいんで使いたくないんですけども、これは権利的収入と言っていいだろうと、携帯利権だと言わせていただきたいですね。はい。で、のりこさんも知られてからだからまだ2年経ってない、私もそうですけどもね、うん、ということは皆さんもスタートと、ま、そんな変わんないってことですよね。まだ契約しない方、変わんない、変わんない、全然変わんないですよ、うん、でしかも2年弱前に私たちと同じ時にスタートした人はなんか知らないけども半分離脱してるわけですよ、ね、なんでやみたいなね、繰り返してなんでなんでだよどうしたんだでもこれね、本当私も思うんですけども、私の場合は毎月スマートフォンに使ってたのがソフトバンクで、毎月3万円ぐらいちょっと多めに使ってたんですよ、ね、高いでしょ。うん、それを今回契約を切り替えた瞬間にその4860円になったんですよ、うん、すっごい安くなりましたね。でそれだけでも良かったのに、いやこれをね、私と同じちょっとね、あんまり携帯の料金感覚がない人周りにいたんで勧めたら契約するだろうと思って、うん、安くなるなら契約してって言ったらやっぱり契約しますね、みんなね、うん、で人によってはお住まいの地区とか仕事の環境によってはちょっと電波の質落ちたよねって方がいるのは確かにそうなんですけども、でもほとんどいなくって、しかも改善もされたんでね、うんうんうん、でどうしても合わない方は別にやめて元通りになっても全然構わないし、うん、まあ、高い料金で安心したところを使うのもそれも一つの選択ですけども、うん、私の場合は試してみて一回も困ったことがないんで、うん、ラッキーだったなっていうので、私も特に、ね、都会に住んでるわけじゃないんでね、で結構片田舎なんで、うん、隠居って言って名乗ってるぐらいね、こう書いてますけど、はい、本当田舎に住んでて周りに大きな建物って寺ぐらいしかないんですけどでも電波全然来るんで、まあ、多分日本全国今は結構生きるようになったんじゃないかな、格安SIMと言われてるものもそんなに質は悪くないんじゃないかなとは感じてるんですけどね。まあ、これは本当ね、山の上でね、うん、八ヶ岳って山梨に山がある、はい、そこによく行くんですけど、はい、ここでいろんな人電波ね入らなかったんですよ。でも、はいはい、私のやつだけ入ってたんですよ。ああはい、そういうところですか。うん、だからこの電波、格安のね、格安の、あ、格安の他のまあU なんとかとか、はいはいはい、Y なんとかとかありますね、楽なんとかとか、人たちは入ってなかったんですね。そのちょっと標高が高いんで、うん、そこでも私のその今伝えてるこの通信の、はい、電波は4本入ってました。あ、すごいですね、はい、だちょっとそういう運っていうのかな、電波のことですから、うん、これはしょうがないだろうっていうのもあれば、
ほとんどの方は全然問題ないんでね、はい、切り替えてよかったっていうふうになるから解約チームがどんどん広がってるんでしょうしね、うんうん、で私たちが今回ねこうやってやらせてもらってるのも電波的には全然困ってないですからね、うんうん、だからたまになんかねちょっと電波の質悪くなったんですけどっていう人が電話かけてくるんですけども、じゃあなんで電話つながってるんですかって言っちゃうんですよ。つながってるやんみたいな、そんなおかしなこと言わないでくださいみたいになっちゃうんですよ。なんか冗談みたいにね、うん、まあそういうこともあるんですけども、でもね返す返すその私たちと同時期にそれをね始められて今やっていない方っていうのを目にすると本当にもったいないだなと思うんですけども、うん、まあでも今しょうがないですよね、なんか他に事情があったのか分かんないですけども、うんうんうん、まあでもねこの登録後は何もせずに楽々収入みたいに煽る人ももしかしたらいろんなビジネスやってる中で出てきたのかもしれないんで、そういうイメージはね持ってるかもしれないんですけども、ここでね皆さんに言っときますけど、そういうことを言いたいわけじゃないんですよ。うん、登録後は何もせず楽々収入みたいなものは、うん、本当にそんなもんがあったらみんなが集まってすぐに潰れちゃいますからね。私もやるよ。ねえ、なんかはやってくださいよって話ですよ。だからそこは皆さん、ね、仕事を本当ですよね。これはわざわざ私たちが言わなくても皆さんもうねあらかじめ知ってることだと思いますんで、むしろねいや皆さん登録したらね勝手に儲かりますよって言ったら嘘つきって言ってこのねライブ放送を閉じてもらいたいんですよ。ありえないですよね。うん、だからなんかはやりましょう。うんうん、はい、その通りなんですね、はい、で、まあ、当時ねだから同じようにサインした方もそのまんま今ね契約を維持していれば、まあ、今ね香水さんと同じように現在大事な収入源になってるっていうふうに私は思うんですけども、まあ、香水さんも振り返ってみてどうですか。やっぱポジション持ってるだけでも契約した時のそれを解除しなければ今は収入になってたんだよってちょっと叫びたい気持ちであります。もうありますよ、ええ、本当にやっぱり、うんうん、その失敗ってやっぱ理由があってするから、はい、その失敗をちゃんと分析してもう一回やり直せばうまくいくのに、なんかそこでなんか挫折しちゃってるから、もしそこでね乗り越えてたらもう収入になってたのになとか思いますし、うん、商品としてすごくやっぱいいんですよね携帯って。いいですよね。なんせその例えばサプリだったり化粧品だったりね、いろんなものありますよ。でもそれってね、はい、一個一個商品説明しなきゃいけないでしょ。はい。でも携帯ってもう携帯電話の SIM で通るじゃないですか。うん、簡単ですよね。そんなあだこうだあだこうだ、うん、いらないじゃないですか。はい。だから本当に立ち話で全然伝えられる。うん、なんぼ使ってんのみたいな感じで、ね、聞いて、高かったらもうちょっと安くて、しかも収入になるやつあるよって言えばいいだけなんで。うん、そこがすごくなんていうのかな、誰にでもできるかなと思いますね。はい、私も本当同じ始め方で、はい、私自身が節約になったんで、うん、まあ、この金額以上使ってるんだったら話すよって言ったら、うん、もうほとんどの方が毎月1万だよって言うから、あ、それちょっと5000円弱にできるよみたいなこと言ってね、いや格安シムちょっと難しいからって言うから、うん、むっちゃ簡単、目の前で変えてあげるからほらねってやったら、あ、本当簡単じゃんみたいな、ね、そういうところからすごく話しやすかったのと、うん、まあ、スマートフォンってどんなところに行っても持ってるんで話がしやすいんですよね。そうですね。なんかね、うん、特別な話しようと思ったらこれを持ってないからダメとか今はできないとかっていうのが結構多かったんですけども、スマートフォン持ってるでしょみたいな感じで言ったら持ってないっていうのは嘘つきになっちゃいますからね、うん、いや持ってるでしょ、これ安く使おうよみたいなね、うんうん、もちろんなんかいろんなこうご不安の要素とかこの人から契約してから帰らんなんでよっていう事情があれば別なんですけども、うん、どこでもいいよとかね、そもそも2年に1回切り替えてなんかキャッシュバック受けてるしみたいなとか多いんで、うんうん、ね、そういうのも込みで回線変えて毎月安くなるばかりか、こう収入に変えていくこともできるんだよ、うん、もちろん収入に変えていこうと思ったらやることはできるよってことですけどね、うん、それがだから登録は何もせず楽々収入じゃないよっていうことなんですけども、うん、実際に、まあ、香水さんもね、うん、ほっといた時は収入にならないわけじゃないですか。ある程度やってたら、うん、正直12、1、2月、3月ちょっとあんまりできなかったんですよ。はい。そしたらずっと収入入ってたんですよ。あ、そうそうそう、うん、最初はね、最初は何もやんなければ収入にならないのは、ちゃんとそれ回線作らないとダメですよ、もちろん、うん、そうですよね、回線作っといたらその人ずっと使うんで、うん、ちょっとまあ忙しくて手離せない時とかあるじゃないですか。はいはい。だからずっとなんかその
なんていうのかな、こう馬車馬のように動いてたわけではなくて、ないですよね、やっぱ本業もあるんで、うん、本業やって、その本業がまあ第一ですよ。その、うん、まあ、片手間っていうか、その合間の空いてる時間に動いてただけ、うん、だからそんな時間的にはめっちゃこれにこう費やしてるわけじゃないわけですよ。あ、それはもう私も全然その同じ気持ちです、ね、はい。ただ諦めなかっただけ、うん。結構私の場合は最初ね、すごくね、自分の料金が安くなったのと感動したんで、はい、伝えたいって気持ちがあったんで、最初ちょっとわーってやったんですけども、いや、ぶっちゃけこの半年ほとんど忘れてますからね。でも上がってたでしょ、収入。あ、収入全然上がるばっかりですよ。そうですよね、だそれはだからある程度そのやってたからじゃないですか、うん、そうですよ。最初が一番、まあ、なんてやらなきゃいけないですね。はい、最初はだからね、うわ、持ちやすくなったっていう人が大半いて、うん、で安く使ってる人が多かったんですけども、そのうちにどうやったら儲かるのって聞いてくるから、うんうんうん、でもこれね、なんかいろいろ手続きがあってちょっと料金プラスアルファするけども、うん、でもプラスアルファしたところで以前使ってた携帯料金より結局安いでしょって言ったら、うん、確かに安いとかなってね、うん、僕はすごく話しやすかったですね、そういう形で、あの特に高くなったって人はもう現れないし、そもそもそういう人に話してないんで、うん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 、だから楽だったですよね。基本的にはみんな安くなるか収入が上がる話だし、そうそうそう、で今ね、小杉さんも私も体験してるんですけども、これ2年3年5年10年やって手放しになりましたって話じゃないですからね。今ははっきり言ってこれから3ヶ月何もやらなくても収入は変わんないんですよ。そうですね、そんなむちゃくちゃいい話じゃないなって思うんですよね、うん、だから余計思うんですよ、なんで、うん、あなたは辞めてたんですかってね、うん、現実辞めている人はね、本当、うん、生涯でどのぐらいの財産を失ってるのかなと思って、計算したくなっちゃいますよでこの業界が今めっちゃ伸びてるじゃないですか、この、 あの会社が。そう、結局一強ですよね、これね、うん、めっちゃライバルが出てこなかったですね。そうなんですよ、不思議と大体ライバル出てくるんですけどね。ねえ、もう一人勝ちになってるじゃないですか。取り勝ちですよね、うん、だから多分求めてる人が多いと思いますね、はい。まあ、なんかこのままこの会社一本で行くんじゃないかなって気もして、今更ね、対抗馬出してもしょうがないような気もしますしね。そうですよね、勝ちすぎてますよね。勝ちすぎてるし、あのなんですかね、資格だけでも取っとこうみたいな人もだいぶ増えてきて、うんうんうん、でそれ専用の LINE とか見ると毎日資格取りましたみたいな人が出てきて、うんうんうん、あ、この人たちの元の元の元にいるんだなと思うと、ちょっと皆さん、ね、なんかこう可愛いなって言ったらあれですけども、なんか頼られたら手伝ってあげたくなっちゃうなみたいな気持ちね、うーん、ちょっとお兄ちゃん気分お姉ちゃん気分になっちゃいますね。うん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 、うん、ね、よかったでしょみたいに対して、うん、ということでね、すごくあのいいビジネスだってことはご覧になってる皆さんにかなり伝わったんじゃないかなと思いますね、うん。でもこれは私たちもすごく今あの嬉しいなと思いながら、ありがたいと思って感謝しながら、あの時契約した自分を褒めてあげたいぐらいなんですけども、うん、でも私たちだけの話じゃなくて、今日ご覧になってる方みんなにも皆さんにも関係ある話ですからね、うん、まあ、そういうところも込みでね、今日はあの結構ね40名ぐらいの方がライブ放送を聞いて、はい、ありがとうございますで YouTube になったらね、またね、あの何百人の方が見てくださると思いますんで、うん、ぜひね、その方に、まあのりこさんのメッセージを届けていただきたいと思うんですよ、うん、でちょっとここから私静かになりますんで、何のりこさんの一人語りでちょっとねそれ苦手なんですけどでもなんかメッセージ短くてもいいんで、メッセージ、そうですね、やっぱり今ね、社会が不安定なので、うん、何かやっぱり安心したいとか、あの、うん、一つの仕事だとね、あの将来が不安だとかあると思うんですね。なんだけど、やっぱりその不安ってなんか対策をするか、何かその、 あの不安を解決しない限りはずっと続くじゃないですか、うん、なのでその今抱えてる不安、その将来の不安を解決するための一つとして、その、まあ、副業を始めるなりなんなりした方がいいかなっていうのは思うんですね。でその始めるときに、その自分がなんかやりたい仕事がもうすでにあるんであれば、それを頑張られたらいいと思うし、だけど何をしていいかわからないとか、なんかその今から伸びる業界のことをしたいというのであれば、まあ、一つこう一行っていうか考えてみられたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、ね、まさにね、あの今お話しくださった内容そのものなんですけども、これからどんな業界が伸びようと、すべての業界に
通信はついてもあると思うんですよね。本当そう、うん、だからこれをね根っこを押さえとくと本当になんかこう凄まじい勇気になりますね。それこそねなんか億万長者にみんななれますよみたいな大それた話じゃなくて、本当に毎月の10万とか20万ってのがほとんど放置で入ってくるようなものがあったら、どれだけ自分の生活が豊かでね将来の生きるかですよね。うん、でまあね、あの最初から理想的な人生はもちろん手に入りませんけども、うん、まあ、けどね少なくとも私たちは今日証人として言えるのは、あの何年もやってることじゃないんですよこれが。でしかもな苦手な分野をいきなり始めたわけでも何でもなくって、うん、こんなもんでいいのみたいなのを単なる積み重ねですもんね。です。でその積み重ねも別に何年もやってるわけじゃないもんですもんね、うん、本当空いた時間にちょっとやってこうやったやり取りをメールとかでさせてもらって、うん、はいこっちの問題解決できた、こっちのお問い合わせには対応できたの繰り返しで、途中からはあ昔だったらこういうこととかね、過去にこういうのを解決してきたなの使い回しだったりするので、それもね、あの本当に数ヶ月でほとんどのお問い合わせに答えられるようになるんで、自分で解決できることも増えますしね、うん、でますます自分に使える時間増えてくるということにもなるし、うん、それから今回ね、あのウクライナの件で、あの、まあ、いろんな制限が世界中にかけられて、うん、ぶっちゃけ輸入とか輸出にこと書く状態ですよ、コロナで。ですよね。ただでさえ行き来がなかったのに、うん、ですね、4月からでしょ、なんか小麦の値段上がっちゃったり。上がりますね。2月3月も値上がりあったのに公共料金も上がって、うん、どうなっちゃうんでしょうか、うん、それが10月も値上げがあったりとかね。いやーもっとじゃないですか、こんなもんじゃないんじゃないですかと私は予測してます。私も 1.5 倍ぐらいの収入にならないと、うん、とりあえず一息つけないなと思ってるんですよ。です、ね、どんな方も、うん、ですね。それこそ預金がねいっぱいあってもう使い切れませんっていう人は関係ない話かもしれませんけど、うんうん、やっぱり私でも結構ビビってますよね、これが、うん、ちょっと計画した金額で足りなくなる日が来るんじゃないかなと思って、うん、だからこそ今回ねこの通信事業をあの時に抑えといてよかったなと思うし、うん、だから余計にあの時に契約同じタイミングでしたのに、うん、今やってない方は他にどんな美味しい話があって離れたんだろうか聞かせてくれとか思っちゃうんですけど、うん、これ以上のものはないなと思いますね、うんうんうん、だからもう皆さんのねやりたいことをやめずにできるものってのはもうこれしかないと思います、通信ね、うんうん、通信はみんなが関わりますし、どんな事業に伸びていっても通信が出てくるので、うんうん、ぜひ今回ねあのお話をさらに詳しく具体的に何なのそれは教えなさいよ、いくら儲かったのって聞きたい方はぜひねこれ YouTube 一般公開するんで、今日はちょっと靴の裏から引っかいたようなことしか言いませんでしたけども、ズバッと正直なことは香水さんが嘘を偽りなく占い師の魂にかけて答えてくれますんで連絡をしていただきたいと思うんですよ。でね、今回のこの通信利権のことで副収入などに興味を持った方ね、とりあえず聞いてみたいって方は、香水さんにお問い合わせをしていただきたいんですけども、はい、どこら辺に連絡すればいい感じですか？チャットに入れたんですけど、あの問い合わせフォームっていうのがあるので、はい、あのそこあの香水事務所っていう私 の, あの事務所なんですけど、はい、そこからお問い合わせか、もしくは携帯利権の SIM の情報のみ請求っていうのを選んでいただいて送っていただくと、あのその仕組みに関しての、まあ、動画とか、はい、いろんな資料を送らせていただいてます。はい、それを見た上で申し込、また正式申し込みしていただければ、あのこうやり方をお伝えするっていう感じになってますかね。はい、その辺はね、私たちも同じだったんですけども、特にね、なんかこう、契約をしなさいとかなんとかっていうことはないですからね。ないです。ただ情報を流して興味があれば一歩進んでいただいて、さらに興味があればもう一歩進んでいただければいいかなと、皆さんにお任せするものですから、今日ライブに参加していらっしゃる方はチャットの欄を見ていただくとね、お問い合わせフォームがありますので、そちらから香水さんにご連絡ください。それから恋愛の悩みがありましたらね、合わせてご相談ください。別で予約の方別で、はい、はい、であの YouTube ご覧の方は動画概要欄にこれ貼っときますのでね、あのそこをクリックしていただいて、多分これ今令和4年2022年の3月17日の放送ですけども、別に2023年でも
問い合わせは聞くと思いますので、はい、小杉さんはね答えてくださると思いますので、2025年でも2030年でもお問い合わせしてみてください。はい、はい、今日ねそれであのお話そろそろ終わっていくんですけども、小杉さんからなんか視聴者さんにプレゼントがもしあったらね、これ皆さんにお願いしてるんですけど、もしあったらでいいですけども、ですね、あのもしまあ普通の通常 の、 あの占い相談とかされる方いらっしゃったら、はい、あの総合鑑定っていうのがありまして、あの50分2万2000円でさせていただいている総合鑑定があるんですけども、うん、50分の間だったら何個あの相談ごとしてくださっても OK なんですけど、その総合鑑定 の、 あの5000円引きをさせていただくので、あの、はい、これを見た方は久保さんの対談見ましたって書いてくださったら、あの5000円割引の1万7000円で50分させていただきますので、あのご活用ください。あ、いいですね。いいんですかそんな割引ちゃって。はい、もう久保さん の、 あのあれであれであれで、あのあちなみにこれ YouTube に上がると多分10年後も20年後も YouTube に上がりっぱなしになる。期限はいつ頃になりますか？期限は4月、2022年4月10、今月の1ヶ月後、17日まで、はいはい、にしてください。はい、もう恋の悩みはね、いくつになってもあると思いますんで、もうね、70代、80代になってもね、もう申し込みが来るかもしれませんから。そうですね。ね、そこまで多分皆さん元気に恋愛してほしいなと思いますね。はい。いや、ちなみにどんな男性のタイプが好きですか？私ですか？はい。私は あっさりした人が好きですね。オーラかあっさりオーラかしてる。オーラかしてる。なんかまあベタベタしないみたいな感じですかね。なんか細かい人がちょっと苦手ですね。なんか。ああ、そういう意味のね。はい。じゃあもうオーラかに。ざっくばらんに、はい、それでいて、まあ、丁寧な方っていうか、はい、愛情にセンシティブな方ですかね。そうですね。もちろん、まあね、稼げる方という。あ、そらそらそら、そっちがいいですよね。うん、やっぱりね、この香水さんがビジネスとかカウンセリング、もしくは今回の副収入とかに意欲的な方なんで、そこと同じぐらいの話をできる方じゃないと、うん、なかなか、男としてもかっこ悪いからちょっと気が引けちゃうなみたいになるかもしれないですよね。なんか私はいいんですけど、多分男の人がイジイジしちゃうんじゃないですか。その通りなんですよ。私もそうだったんですけどね、稼げない割には見栄を張りたいんで、ね、女の人の方が収入があったらね、もうなんか、ね、そうなっちゃうんですよ。価値がないみたいになりますよね。そうですよ。だから私もちょっとね、結婚が遅れたんですけどね。あ、40になるまでずっとマイナスですからね、資金的には。すごいですよね。全然儲からなかった。大逆転じゃないですか。はい、もうおかげさまで。すごい。で、プラスでこの携帯の話まで来ちゃったんで、もうますます自信満々ですよ。ね、すごいです。あ、本当にね、あの、皆さんのおかげというかね、この話もだから素直に聞かなかったら、なかった話なんで。そうですよね。やっぱ疑わないといけない瞬間もありますけども、とりあえずは一通りお話を聞いてみてね。うん。うん、で、実際に自分の判断力がいつも正確とは限らないんですけども、私の場合はまあ飛び込んでみて確かめるっていうことが多かったかな。だからまあうまくいかなかったんですけども、40過ぎて飛び込んだやつは大体うまくいってるんで、なんとなく間に合ったかなと人生が思いますね。まあ香水さんね、お好きな男性のタイプ聞かせてもらいましたけども、ね、もしかしたらその辺で私はいかがでしょうかみたいな方からもこれでメールが来るかもしれません。あ、本当ですか？いや、わかりませんけどもね。もうトラブルが起きないようにご対応お願いします。どれがトラブルですか？はい、どうもすみません。最後はね、あの余計なことをお話しましたけどもね。あの、うん、まだもうちょっと時間ありますんで、今日ご参加の方でちょっと何か聞いてみたいよって方がいらっしゃったら、あのそんなにあの多くの方にはね、あのピックアップできないんですけども、どなたか今日1時間お話あの聞かせていただいてね、あの、まあ、ご質問のある方とかないですかね。例えばあの何ですかね、それはあ、なんていうの、海外からもできますかとかね、経験がないんだけど大丈夫ですかとか、うん、まあ、自分はこう借金があるんだけどもできますかとかね、最初にどのぐらいかかるんですかみたいなこととかね、いろいろまああると思うんですけども、まあいろいろね、今日もお話したんで、もしかしたら疑問は払拭されたかもしれませんけども、まあ、私の例を申し上げますとね、初期費用って私はかかってないんですよ。っていうか安くなってスタートなんですよね。うん、毎月3万円払ってた携帯代金が
なんかそれなんか4000何本になるよってところから聞いて、あ、そうなんですか、じゃあ4000その何秒にしてくださいよって言って、お、安くなった、ついでにビジネスしたら収入増えるのにって言って、うんうん、そのためにはなんかまた権利金いるんでしょ、何十万ですかって言ったら、いやいや、なんか何千とか7000何個って言われたんですよ、ね、うんうん、2つ合わせて何これ、で1万2、3000じゃん、なん結局3万円から安くなってるやんみたいな感じで、うん、私は何もかも良かったスタートだったんですよ、はいはい、うん、だからね、料金的にはすごく、あ、手が上がってるのは岡本のり子さんでしょうか。岡本のり子さんにじゃあミュート解除のメールを送らせてもらっていいですか、メールというか連絡を。ミュート解除を求めます。はい、お話しくださってよろしいですよ。あ、こんばんは。はい、よろしくお願いします。お願い、今日はありがとうございます。はい。ですね、ちょっと機械音痴なんですけど、大丈夫ですかね。あ、大丈夫ですよね。大丈夫です。全部めちゃくちゃ大丈夫です。説明書みたいなのがあるんで。簡単ですよね。なんかこう、携帯の料金プランとかを理解するのが苦手で、そういう人でもできますか？うん。まあ、最初から分かってない、分かってたわけじゃないんで、やっていく中で覚えていったっていうか。うん。で、なんかちょっと恥ずかしい話なんですけど、うん、例えばこう家族に内緒で始めてる人とかっていらっしゃるんですかね。別にいらっしゃるんじゃないかな。いちいち言わなくても、うん、どうなんでしょう。そうですね、未成年の方が家族で内緒にやるのは難しいんですけども、まあ、私たちは特に誰かに話して始めたりしてないし、ビジネスだからね。はい、特に隠すつもりはないけど、わざわざ話すタイミングはなかったですね。多分私の奥さんもこれやってるの知らないんで。はいはい。で、やっぱり、なんていうんですか、こう、家族がそういうこと、こういうお話を聞くと、うん、なんか怪しいんちゃうかみたいなことを、多分、うん、疑ってかかる人なんで。ああ、なるほどね。で、なんかこう、なんていうんですかね、まあ、疑ってるわけじゃないんですけれども、例えばこう、例えばそう会社の名前に突然なんか資料が来たりとか、そういうこととかないですかね、もう契約するところから。私は家に送られてくるんで、書類とか来るかな。書類が来る、うん。それはどれぐらいの頻度で来ます、うん、なんか契約更新の書類が来たりとか、そういう。たまに来ますよね、たまになんか封筒来てませんでした、久保さん。どう、あ、私はね、契約したときに SIM が送られてきて、はいはい、で、こちらから資料請求したら、なんですかね、パンフレットとか送られてきましたけども、それ以外は、なんですかね、専用のホームページを見に行くんで、郵便物は来ないですね、私のところは。あ、そんなに来ないか。何にも来ないですね。1年以上何も来てないです。うん、ありがとうございます。で、私、Y モバイル使ってるんですけど、はい。要はそれを解約せずに SIM だけ変えるっていうことで解釈したらいいですか？ああ、なるほどね。新規で契約をするんだったら Y モバイルはそのままっていうのはありますけども、ちょっともったいないですよね。その場合は Y モバイルから乗り換えてドコモにするのか、ソフトバンクにするのか、au も確か始まってたと思うんですけども、それに切り替えるっていう体で、契約が変わるって感じになりますね。ああ、でも去年 Y モバイル、ソフトバンクが Y モバイル変えてるんですよ。はいはい。あ、じゃあまだ違約金が発生する段階ってことですか？そうですね。家族割をしてるので。ああ、なるほどね。で、やっぱりそのいざ変えるってなると、やっぱ家族巻き込む形になるから。うん、確かに。そうなると、やっぱ家族がなんでっていうことになってきて。うん。うん、やっぱこれはほんまにビジネスでするんやったら、私は2台持ちなんですよ。うんうんうん、2台持ちでやるっていう感じ。だからもうそのお店をやる、まあ、分って感じかな、イメージ的に言うと。うん。あ、じゃあ、Y モバイルを持って、その。もう一つ持つって感じ。ビジネスでやるんだったらっていう。ああ、ビジネス。でもなんかビジネス、ああ。
だから安く使いたいだけだったら安いやつの方がいいと思う。だけどもらいながらやる、もらいな、あのはえなん使いながらもらうっていうのはビジネスやるってことなので、うーん、今のお話だったら二台持ちをおすすめしますかね。そう、ビジネス。のりこさんよろしいですか、私からも一言。すいません、はい、あの考え方は2つあって、はい、1つはね、通信料金、スマートフォンの料金をただ安くしたいだけだったら料金比較だけです。これは、切り替えると4860円が毎月の通信料金になるんですよ。どのコース選んでもこれ4860円です。だから今お使いの Y モバイルよりも4860円に切り替えた方が安くなるんだったら、これは変えた方がいいですよね。それご家族の回線も全部乗り換えた方がいいと思いますよ。安くなるだけなの。でも、もしね、切り替えて安くならないと思うんだったら、切り替えることはお勧めしません。ね、あの、電話できるのは一緒ですから。料金安いだけなら。でも、二つ目のお話として、収入を上げたいんだったら、あの、二台持ちっていうのはすごくいいですね。もしくは家族に話して、私はこれで収入を上げたいから、1年か2年か分かんないけどやらしてっていう話を正直にした方がいいと思います。これはパートに働きに行くような感覚で、私は仕事をするからこういう事情なんでってことを話した方が後腐れはないと思いますし、これだけやってダメだったら諦めるからっていうのも、あのやっぱり一つのお話の材料できると思うんですよ。でプラスね、仕事をするってことはあの3つの要素に分かれるんですよ。それは何かの商品を人に紹介するか、誰かを紹介するか、どっかの会社を誰かに紹介するか、つまり紹介しないとビジネス成り立たないんですよね。うん、で紹介するのが苦手ならこれはやんない方がいいですね。だから副収入を諦めるって話です。これ紹介しないんだったら誰からも1円も生涯もらえないんですよ。うん、だからちょっとこれは厳しい話ですけども、あの収入を上げるってことは誰かの売り上げに加担しないといけないんで、それがちょっと気が引ける気持ちも分かるんですけども、でもあの今回ね、スマートフォン、はい、スマホか通信回線を切り替えることによって、切り替えた方がお得になった人がいるんだったら、それは知らせない方がちょっと悪いって話になるじゃないですか。うん、でそこで私の体験で申し訳ないですけど、私の場合は携帯料金が4860円以上の人にしか話してないんですよ。でみんな安くなるんです。最初から格安 SIM で月2000円ぐらいしか使ってないんだよねっていう人には話してないんです。あ、そうですか、高くなる話だからあなたにしませんみたいな感じで、そうすると誰ともね、こう、傷もつかないし、スムーズにやっていけるんじゃないかなってことですね。うん、私がお話できるのはそんな感じかな。うん、だから、のりこさんが、岡本さんが、副収入を上げたいなら、紹介って仕事は絶対についてまいります。何をするにしても。うん、はい、じゃあ以上、すいません。あ、いえいえ、はい、ノルマはいらないんですよね。こう、なんか、ノルマや在庫を抱えるとかっていうことは。ないです。あ、それはないです。わかりました。まあ、その辺がないのがちょっと楽といえば楽かな。あ、そうです、ね、やることやらないと、まあ、収入にはならない。紹介しないと。そりゃそうだよね。何の仕事でもね、それはあるんで。はい。はい、そうですね。まあでもね、そんな何十人も紹介しないと、なんかその、きついってことはないです。なんか、毎月の金額がもう、私も初期の頃なんで、ぼやっとしか覚えてないですけども、毎月のその利用料が、例えば1万2、3000円だとしたらね、はい、多分3人ぐらいに紹介したらもうそれはペイできて、4人以上の紹介っていうのは全部プラスになるから、だから2、3ヶ月目から、売上っていうかね、収入に回る人多いんじゃないかなと思うんですよ。うん、で、それでね、私が今日すごくもったいないなと思ったのは、実は私最初30人ぐらいの方に今日みたいなライブ放送でこんななんか携帯のやつがあるみたいだよっていうのを聞いて、私も契約したし、みんなも契約したんですよ。その時30人ぐらいの。でそっから私は自分のポジションを取って、とりあえずは30人ぐらいの人が私の次に入る人でね、あのなんか結構なんですかね、階層としてはあの上の方で始めてるんですよ、みんなで。でそれがなんとね、今2000人ぐらいのグループになってるんですよ。私が紹介出したのは最初の本当100人も満たない人なんですよ。うん、だそうなってくると、初期にいた人っていうのはその2000人のグループのトップランクにいたはずなのに今辞めちゃってるっていうね。
このもったいなさ。それと同時に今日岡本さんに申し上げたいのは、そのぐらい伸びている勢いのある会社でもあるし、ライバルがいないんでチャンスあるかなってとこなんですよ。ただやっぱりこれも同じことを言いますけども、やるのは私たちはお手伝いしますけども、実際にこれ安いよって勧めるのはのりこさんなんで、そこは変われないんですよね。岡本のりこさんのお知り合いの方に勧めていくのはこれは変わらないんです。そこを突破しないといけないの。でこれ今ソフトバンクの料金がアバイモバイルの料金3000円台なんですよ。あ、なるほどね。ですのでスマホの利用者として考えるんだったら切り替えない方がいいですけども、副収入って考えて、まあ、腹をくくっていくんだったら、支払いはね当然スマホを利用するんでありますけども、収入が追い抜いていくのはそんなに難しいことじゃないです。先ほどお話したように、で確か3人紹介したら終わりですよね。とりあえず支払いはだからツッペになるっていうかプラマイゼロになるのは多分3人だったと思いますよ。そしたらもう2台持ちした方がいいってことですか。あ、そこ もう懐事情と相談なんですけども、2台持ちすると2つの料金かかってくるんで、だからどのぐらいまでに自分のビジネスの結果を出せるかっていうところと相談するしかないですね。うーん、具体的に言うと例えば紹介3人すらね数年がかりっていうんだったら、その数年の間の2台のコストってすごいでかいじゃないですか。うーん、そこがねもしちょっと自信ないなと思うんだったら自信をつけるか、まあ自信がないままならちょっとね考え直した方がいいかなってことになっちゃいますね。わかりました。はい、すみません、なんかいい話ばっかりじゃなかったと思います。あ、いい、ありがとうございます。隠してもしょうがないんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんか結構ね共通のでも悩みだったと思います。それは副収入を上げるときにどのぐらいできるんだろうかとかね、うんうん、経費の負担は大丈夫だろうかみたいな、本当、うん、同じだと思います、うん、はい、ね、その辺はあれですよね、のりこさん不安はなかったんですか最初。不安は、え、はい、香水さんですね。あ、同じのりこさんだからすみません、すみません、香水さんの方です。不安ねなかったですね、もうやるって決めてたんで、うん、そうですね。でも言ってみれば、うん、その香水さんは恋愛コンサルタントとして自分の事業を持ってる時も、うん、お客さんが絶対来るなんて保証はないわけじゃないですか。ないよ。しかもねこれで2万円ですとか言って高いとか言われるのも怖いじゃないですか。でもそれは、うん、多分ね香水さんがそのご自身のビジネスができたのは、責任が取れたからじゃないかなと思うんですよ、うん、で1時間で1万もらうのも2万もらうのもそれ以上にこの人の悩みを解決するために自分は心血注ぐんだっていうふうに考えられたから、うん、やっぱりこうねどのくらいご満足いただけるかなっていう不安はあったけども、それ以上にやってみるしかないですもんね。結局ビジネスって意識なんで、うん、ああ、いいことですね。やるって決めたらやれるって感じ、うん。まあ、確かにね、なんかその根性論みたいなところあるんですよね、やっぱりね。うん。あとはやるって決めてやってみてダメだとやめればいいだけなんで。まあその通りです。確かにその通りなんですよ。だからそういう意味で言うと今回のその携帯のビジネスもね、まあ、1年で結果が出なかったらやめようとかね。そう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 、それそれ。半年でもう家族が辞めろって言うんだったらその時は諦めようっていうふうに期限付きでトライしてもいいんじゃないかな。自分でも諦めつくじゃないですか。こんだけやって1年やってダメだったらもうしょうがないなって思えるし、うん、でもそこまでやったらね全く結果が出ないってことはまずないんですよ。全く結果出ないってことないし、1年以内に成功したいんだけどどうすればいいですかっていう質問が生まれるんですよね、うん、うん。だからそこはね本当自分は何の経験もないけどって今質問もあったけども、何の経験もないけど大丈夫ですかって言ったら答えは必ず返ってくるんで、うん、答えは大丈夫なんですけどね。え、でも怖がらせるつもりはないけど絶対今からお金なんていうの物価上がるじゃないですか。いやー物価上がりますよ。どう考えてもそしたら、うん、死ぬ気になったら何だってできると私思うんですよ。はい、まあ、まさにお金がないと死んじゃうんでね。そう、命危ないやんっていう話なんですよ、ぶっちゃけ。ねえ。そうなんですよね。食べていけなくなるかもしれないじゃないですか。うん。物価が倍になったら。はい。ねえ、でも今昆虫食とか言われてるじゃないですか。もう貧乏な人がもう
食べれないから昆虫食べないといけなくなる時代だから、すごい戦時下みたいですよね。ね、虫とか嫌じゃないですか。いや、まあイナゴまでならなんとか、まあまあ、でもなんかできたら食べたくないなみたいな、食べたくない、うん、だったらそれするぐらいだったら頑張ればいいかなみたいな、うん、そうなんですよね、うん、やっぱりこうどっかからお金が降ってきたりとか、あ、ビジネスもしてないのにはいどうぞって給付金みたいなのが、ね、支給されることないんで、そうですね、やっぱり目の前の人からお金もらうしかないんですよね、うん、で目の前の人にお金をもらおうと思ったら目の前の人にあのやっぱこう喜びとかね、癒しを与えないといけないかなってところもあったり、便利さを与えたりとかね、お得を感じさせないといけないんで、うん、そこは自分で商品がもしね、あの香水さんのコンサルタントみたいに自分の商品持ってないんだったら、この商品使っていいよってものがあって、それがまさにスマホなんだったら、うん、すごく取り組みやすいなと思うんですよ。それこそサプリメントとか化粧品って売りたくないでしょ、もうそんな1万円もするようなオートチップとか組ませるのは非常に心が苦しいですよね。ねえ、やっぱみんなが貧しくなったら買わなくなっちゃうんでね、化粧品とかね、はい、でも携帯は絶対使うから、携帯みんな使うんで、しかも同じような料金ですからね、どういう契約にしても、そう、そういうこと、年寄りから、ね、子供までみんな使うじゃないですか。使いますね、うん、まあ、でもね、今みたいにそのそこそこ安い、なんか2000円とか3000円の、まあ、安い携帯使って、そこからあプラスアルファになるんだって考えの方はちょっと見直しを踏むところも分かりますけども、でもこれビジネスして毎月、まあ、10万とか20万稼ぐんだったら、まあ、経費で終わりですからね、そう、通信代なんてのは、うん、だからそこはどういうふうにそこをね捉えていけるかかなと思いますね、はい、はい、すいません、いろいろと申し上げましたけども、では本当にビジネスなんでちょっと突破しないといけないところあるかなってございます、はい、ただ突破するともう本当にパラダイスですよ、金銭的な不安が減るのは、減りますね。これね、他のビジネスにしても何か収入源変えていかないと、増やしていかないと、不安は増すばっかりでね、うん、国を恨むばっかりですからね。本当ですよ。もうね、今もね、国会やってますけども、なんか5000円あげるとかなんとか言ってますけども、もうね、聞き飽きちゃいますよね。いろんなおいしいこと言って、結局は負担を背負わせるのは国民で、ね、皆さん、国会議員の皆さんは、いい暮らしをしてるのはもうね悔しい、でもそれ悔しがってももうどうしようもないんで、もう自力で自分の収入上げていくぐらいしかなくってね、悔しいですけども、うんうん、じゃあそれを、うん、まあのりこさんもね、あのりこさんで、ね、香水さんもね、はい、うん、なんか一つまた柱ができてよかったねってことでもありますんで、ぜひね、はい、あの細かいこと詳しいことを香水さんにメールなどでお問い合わせいただきたいと思います。質問いただいてもいいですし、はいはい、資料取り寄せてもらってもいいし、うん、はい、今ちょっとメッセージ入ってるんですけども、月数千の負担でスマホを持つなら難しくないビジネスかもしれません、うん、だからあの解約ははっきり言っていつでもできるんで、そうそうそう、ね、だから試してみて意欲が湧かないとか、意欲が結果につながらないって分かったら、その時はあの多少のね、うん、数千とか数万円の損は出ちゃうかもしれないけども、うんうん、でもやっぱりそういうふうに挑戦していかないと、でもビジネスって絶対そういうなんか経費ってかかるじゃないですか。経費かかりますよね。お店出すとしたらもっとかかるわけじゃないですか。そうなんですよ、私3年前まで払ってましたよ、ね、借金を、ね、それがこんだけでたった数千円数万円で済むんだったら全然安いですよ、はい、全然安いし、うん、それに比べて見込める毎月の収入っていうのは限りなく大きいですしね、はい、で実際に香水さんも私も2年もやってないのに結構な収入になってますし、はい、私たちだけかって言ったら同時期に始めた方はほとんどなってますからね。ですよね。やめてなければなってますからね。本当本当、諦めずにコツコツやると、うん、はい、うん、まあ、だからもしねちょっとねトライしてみようかなと思ったら、1年間の頑張りと経費をちょっと計算してそれを覚悟して飛び込んでみるところで違う世界が見えるんではないかなというのは今日の私のまとめかな。ありがとうございます。まとめ。こちらこそありがとうございました。じゃあちょっと、ね、はい、時間過ぎちゃったんですけども、はい、十分お話できたと思いますし、あとはね、はい、ご質問は香水さんの方に挙げていただければ、はい、さらに、ください、はい、よろしいかと思います。はい、じゃあ香水さんありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。また
お会いしましょう。またお会いしましょう。イエーイ。イエーイ。いってらっしゃい。行きます。失礼します。ありがとうございました。